僕のお家の工業用ミシン。第3話。二歩進んで三歩三歩、ワクワクお出かけ散歩散歩、どこへ行こうか、あっちこっちそっちどっち、どっち、そして誰かさんと誰かさんと誰かさんと、こんにちは、歩き出したら君を待ってる人がいる、ほらほらどこまでも行こう、合言葉はおちんぽ、ほら僕ら一歩二歩三歩、転んで汚れて笑って、どんな問題だってどんな問題、ヒラミシンだよ。早速糸を通すよ。まずは棒だよ。次はガリガリ君の棒だよ。赤木乳業だよ。リッチミルクしか食べないよ。シンバルをガシャーンだよ。クイッとくぐるよ。下のシンバルもガシャーンだよ。カメラのアングル変えた。右の隙間から左の隙間に移すよ。隙間ビジネスだよ。引っ張れば移るよ。左に移動したよ。テンビンビンのビンビン物語かも。あのトシちゃんが7月16に伊勢崎来るよ。伊勢崎市文化会館大ホールだよ。ちょい引き系だよ。下の輪っかに入れる。同じ輪っかに入れる。プチッとな。の小さな輪っかに入れる。ここも入れとく。こんな感じ。ハリボー。ビンビン物語じゃないよ。放送できないよ。糸を通すやつ。
スルスルスルーリ、キンキンキン。お次はボビンをセットするよ。パカリ。プチッと鍋。この味噌だよ。ここで倒した方がいいよ。まだゆるいよ。ここの下を通すよ。くり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 。通したら軽く引っ張るよ。できた。準備できたから蓋を閉めます。それでは塗ってみます。バカみたいに色い外足。これはバカ野郎剤と言います。マイニューグイタリオセロニューグイタリオ。バカ野郎剤はバタバタシルヨ。そんなことでファスナー塗るよ。バカ野郎おさえはベルト用に作ったよ。ベタリと塗れるよ。中おさえは段付きおさえだよ。裏側を段に削って作ったよ。なるべく細くしたよ。直線歩くよ。ペダル強く踏むと走るよ。早回しイントロドン。慎重に塗るよ。少し早歩きで塗るよ。ぺったんぺったんだよ。ファスナー。でもカーブはゆっくりだよ。
と外に膨らんだ。目立つかも。お口の横も縫うよ。もう一個。できた。つやつやしてやがる。ボルドー色のカエルだよ。ケロケロ。というわけで今日の作業はここまで。次のミシンもどうぞお楽しみに。